お帰りなさい。帰りが遅すぎ、はあ、無事だといいが。どうかしたのか。おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。刻印のある者が外に出ているから心配で。ベアラが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけでは賄いきれないからな。そうだ、君、ザンプレクでベアラ兵を務めていたというのは本当かね。あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか。よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな、今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。簡単なことか。分かった、話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。シドの床の何か用でも。ランダルという男があんたのところで働いてると聞いた。彼の戻りが遅いと仲間が心配していてな、様子を見に来たんだ。ああ、やつなら荷運びを手伝ってもらってるよ。今日は荷が多いから確かにいつもより時間が。いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。ランダルはどこへ。村の南門を出たロベール林道、その先で取引相手と落ち合う予定だ。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。そろそろみんなが畑の仕事。おい、大丈夫か。そのブローチ、あんた、マスターの。大変なんだ、蛮族に襲われた。そしたらランダルが俺を逃がそうとおとりになって、
奴隷のマネは取引相手の前だけでいいって言ったのに。どこで襲われた？この先の少し開けた場所だ。お願いだ、奴を助けてくれ。ああ、分かっている。あんたはロストウィングへ戻っておけ。荷車が面の仕業か。ランダル、間に合わなかったか。遺体をこのままにはしておけないな。戻ってカンタンに相談しよう。魔法を使いすぎるなよ。もうじきブドウの収穫だ。戻ったか。うちの奴から知らせを受けたところだ。それでランダルはどうした？くそ、ダメだったか。南門からしばらく進んだところに彼の遺体がある。弔ってもらえるか？ああ、すぐにでも向かわせよう。気心の知れたやつだったのに、まさかこんなことになるとはな。ランダルとは長い付き合いなのか？よく手伝いに来てたよ。賃金がいいからって危ない仕事ばかり進んでやってた。隠れ家のためにそこまで。今回の件は俺からシドに報告しておく。お前にも迷惑をかけた。悪かったな。今度はどこへ行くんだい？コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。持ってきな。
オリフレムか。そういや、ここのところ随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。もう、どうした？何を作る？大事に使えよ。じゃあな。夫たち、バタバタしてた。クライム。よう、話は聞いたぜ。シドの奴がついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか。ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブルクは先のベレヌスでの戦いでウォールド王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、オット。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見てひよるなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。こんなところか。ガブに声をかけておこう。おや、あんた新入りだね。俺はゴーチェ。協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。さあ見てくれ。よろしく頼むぜ。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。
え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで？戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なことを。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越える。あんたシドのところから来たやつだな。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、行ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か？じゃあ食べるものをできれば妹の分も。分かった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。魔法を使いすぎるなよ。もうじきブドウの収穫。そろそろみんなが畑の仕事。私もワイン飲みたい。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけどよそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ、最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。
パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ、ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。今日もよく働いたぜ。パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい。初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。はあ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった、ありがとう。パンとワイン、うまかったよ。このままじゃマスターに怒られちまう。誰だあんた。おっと、そのブローチは。脅かすなよ、どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった、聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか。いや、あんなに魔物が出ることは滅多にない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな、おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。わかった、俺がやってこよう。ありがてえ、早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールドン農場にあるからな。
やっと落石が片付いたね。見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。ザンブレクまで来た甲斐があったわ。立派なハムだな。さあさあ、いらっしゃい。積み荷を調べる。怪しい者は没収だ。いらっしゃい。って、なんでベアラーが一人で出歩いてんだ。なんだい、買うのか買わないのか。あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚。
夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね、昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、いろいろ売ってるのね。何を買うか早く決めてくれよ。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です。私の新しい用心棒なの。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほらさっさと行け。ほら無事に抜けられたでしょ。まったく肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。今夜こそ。ええ、わかったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。夜の帳よ。
無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんは、うちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるには、もうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は、少し前から、娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。わかった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。娼婦たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって、ずいぶん塞ぎ込んでたの。あの子、母親を早くに亡くしたから、マダムのことを本当の母親のように慕っててね。つる草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。わかった、当たってみる。タチエヌと暮らしていた子か。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと。人と会うと言って出て行ったきり、戻ってこないの。やっぱり、あいつと何かあったんだわ。あいつ？あの子の客で、ザンブレクの兵士なんだけど、最近立ち絵のをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙っててって。何でもいい、その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう、探してみる。絶対にタチエヌを見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ザンブレクの兵士、軍の訓練所を当たってみるか。戦に出る前に私と素敵な思い出を。おい、そこの君。おい君、そのブローチをつけているとは、マダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは。失礼した、私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万兵に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら、奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、私の代わりに一仕事してきてくれないかい。いいだろう。
おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨やハーブ酒を酒屋に渡してくれ。約束の品だといえば通じるだろう。中身は何だ。外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ頼んだよ。なぜ壁の内側をビアラ。さあ訓練は終わりだ。兵隊さんもお気に入り。ダルメキアの薬味と豆、新鮮な魚と果物、おいしいよ。 なんだベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万平に見つかる前に約束の品を渡して。よかった。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。舌の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あと、エティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、わかった。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした。エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。前回と比べて少なくないか。まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。ダルメキアの品物まで集まっ。ベアラーだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。香水、葉巻、蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。さあ訓練は終わりだ。今日も夜の帳に向かう。ここに駐屯している兵士の中に右目に傷のある者はいないか。なんだ、ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ。よく見ろ、
こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。右目に傷ってヤニックのことだろ。あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。ムーアか。行く前に一度イサベルに報告しておこう。訓練を増やせとの命令だ。なんだ貴様、ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。知ってるか、俺たちはコート防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。すぐに出ていく。おい、こいつマダムのブローチを持ってるぜ。なるほど、マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラかなりやり手かもしれん。おお、面白い。おい、ベアラ、一つ手合わせと行こうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。仕方ない、一戦だけでいいか。ああ、構わんよ。だが互いに手加減はなしだ。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。さあ、貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では行くぞ。手加減はなしだぞ。さあかかってこい。ベアラ、貴様の力を見せてみろ。たかがベアラだと。なんということだ。おいおい、わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら。おい、ベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。ったく、やっとですか。なかなかやるじゃねえか。ダメ、ありえねえ。もう十分か。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえベアラーに負けるなど、精鋭部隊の名俺だな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通り、もっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。ああ、手間をかけた、見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってこと、マダムには絶対に言うんじゃねえぞ。マダムの用心棒とはいえ、あのベアラ、なんであいつのこと探ってんだ。何、君ベアラーなのにそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは。僕はコートの役人で、マチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラーの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは。この町のベアラーたちのことだ。
彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料配っていたが住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。ああ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは弊社の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。彼女の手の者に伝言すればいいだろう。分かった。あんたはどうするんだ。僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使わされているベアラーか。早く食料を届けてやろう。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね。そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば目ざとい晩兵に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて見つかれば首が飛んでしまうからね。私が扱っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい。ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど、マダムが気に入りそうな男だな君は。大事な品を万平に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ。感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。立ち得ぬがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう。でもムーアとは厄介ね。なぜだ。あの村は
ベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。魔中からの食料だ。マッチアさんから。ありがとう。でもあんたは早くここを出た方が。おい、印持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。おい、まだ直せねえのか。今は無理そうだな。また後にしよう。マチューに頼まれた。受け取ってくれ。もう食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かないと。後でこっそりいただくよ。いつもこうなのか。俺たちはまだ恵まれてる方さ。魔獣さんの施しがなければとっくに死んでる。そうか。